皆さんどうもこんばんは、MT です。そんなわけでね、今日はね、メビウスの輪をちょっと見せたいなと思って、まあ、絵画みたいな感じでね、こちらメビウスの輪でございます。皆さん、メビウスの輪の上を歩けたならということでね、メビウスの輪は結構有名なんですけど、これ前々回の話からついているような、いわゆる表と裏のない世界です。まあ、作り方としてはこういう円筒がありますよね。この円筒みたいなことを、まあ、こうバツンと切るわけです。まあ、ここにちょっと色がついていて見えないね、ここに緑とか赤とかいう線が入っていて、矢印がねついているんですけど、見えるかな、見えるよね、こういうのがあったりするんですけど、これをまあバツンと切るわけです。バツンと切ってねじってくっつけるんですね。ねじってくっつけると、もともとこれは表と裏というのがあるんで、明瞭なんですね。いわゆる普通の紙と同じように、紙と同じ表の裏があって、まあ、これをこうねじってね、これだとちょっとやりにくいんだけど、こうやってねじってくっつけるような感じですよ。そうすると、もともと表と裏があったのに、表と裏を反対にしてくっつけるわけだから、表が裏になり、裏が表になるような境界部分になるので、これ表裏なくなります。で、これを作ったのがこちらですね。例えばここからスタート、ここからスタートして、まあ、こういってういーっていって、裏面続いてここに戻ってきたとしても、実は裏面に、さっきここからスタートしたんですけど、ここに行っていて、同じ面の裏側に来ているわけですね。で、もっと進みます。こうやってもっと進んでいって、裏側こうやってなぞっていって、でそうするとちょっと手離しますけど、こうなってくると、でやっぱり戻ると、要するに表裏がなくなるわけで、全て一面になるわけです。もともと表裏があったのに、くっつけると表裏がなくなるように見える。これがやっぱ不思議なわけですよね。でもよくよく考えたら、表裏はくっつけたわけだから、そんな気もするんだけどね。まあ、こういうような表裏があったのになくなった、あれ、この消えたサンタクロースはどこに、みたいな、そんな気持ちになるわけですよね。まあ、それはしょうがないんですよ。表と裏くっつけたからね、どうしたってね。いや、そもそもじゃあ表と裏ってなんだっていうと、表と裏があるのが不思議といえば不思議で、そういう指定できる世界と指定できない世界っていうのがあって、それが前回言ったように、いわゆるこの極微的な意味でのここでの座標形を組むわけですね。座標形を組んで、これをぐるっと回しても何も変わらない世界が表という、そういうような、まあ、帯域的なある種のものになるわけですよ。で、局所的に帯域を定義するほかないわけで、それはもう非常に珍しいケースですからね。そういうのがあるっていう、まあ、大学的に言うと、いわゆるベクトル場というこういう多様体があって、このベクトル場があって、これが変わらないように、こうやってこの面の上で変わらないように、こうやって元に戻ってくれるということですね。一方で、こうやって表裏くっつけたやつは、メビウスの輪がこうやってうわーって言って裏になった時にこうなってしまいますから、点としては同じようなところにいるんだけど、表裏違うけどね、いるんだけど、実は逆向きになってしまっているので、これ表裏の定義ができないという言い方が、いわゆる多様体論で、ようでとかで学ぶことが多いです。で、今日はですね、ただそれだけではなくて、これ表裏ないんですけど、じゃあもう一回やりましょうか。これを切ってくっつけて表裏なくしたわけですよ。表裏なくしたということは、これ表裏ないんですね。表裏ないものを切ったらどうなると思います？もともと表裏がある場合には、これ切れば2つに分かれたりしますよね。だけど、これ表裏ないんですけど、どうします？もちろんこう切ったらさすがに2つに分かる、元に戻るのはそうなんですけど、今度はじゃあ逆にこう切ってみましょうか。もともとこの円筒というのは、こう切ればまあ一本になるし、こう切れば2つに分かれるわけですけど、それと残りの方ですよね、こうくっつけてからもう真ん中で切ってみましょうか。真ん中で切ったら皆さんどうなると思います？もともと1枚の紙なわけだから、真ん中で切ったらやっぱりさっきと同じようにこれ2つに分かれるんじゃないかと。いや、だってもともと2つに分かれたわけだからね。で、こちらも真ん中で切ったら分かるんじゃないかと思うでしょ。ぜひともやってみてください。で、その結果をね、ここにお見せしましょうか。これが先ほど言った、これはちょっと縮小しますけど、これ全く同じやつですね。これが矢印が実はここになんとなく書いてあるんですけど、矢印がこの辺に書いてあるんですけど、これを真ん中でぶった切りました。ぶった切るとどうなるかというと、実はこちらになるんですね。実は2つに分かれないんですよ。そりゃそうじゃないですかって言っても、なんとなくちょっと不思議でしょう。つまり、表裏ないものを切りゃ、それは2つに分かれようがないという、表裏があるから切れるみたいなね。で、結果として、これはちょっと矢印がね、上下で見えるかな、こういう風にして、さっき矢印がさ、全体書いてあったように真ん中で切ったものだから、上半分、竹の子の山の上半分しか見えないでしょ。で、この裏面の方、裏面というか裏とかないんだけど、まあ、こういうようなやつ、裏面がこう黒ポチになってるわけですよ。さっきはこの裏、こっちが矢印が、いや、三角と黒ポチがあったんですけども、こっちが三角と黒ポチみたいなことが表裏になっている、逆になってるわけですね。で、これもですね、一本になっていると。じゃあもう一回やりましょうか。これね、きっと真ん中で切ったんで表裏が発生していそうなんですよ。本当に表裏が発生してるかわからないけどね、まあ、実はこうやって見てみたりすると、表裏発生してるんですけどもね、こう自分で作ってみるといいかもしれません。この黒ポチの方ですか、黒ポチの方をこうやってタグっていきますよ。黒ポチをずっとタグっていきますけど、黒ポチしか見えないの分かりますか？いやー、黒ポチしか、絶えず黒ポチしか見えないんですね。ということは、これ裏表あるんですね。裏表ある真ん中を切ったらどうなると思いますか？2つに分かれるんですね。
いや面白いでしょ。ただしあのコングラがってますよ。もうコングロマリットです。もともとコングロマリットしてますから、コングロマリットしてるんですけど、こうやって2つの輪に分かれるんですね。まあ、そういうようなちょっと面白い現象が見えています。これを何回も繰り返すとどうなるかって話です。これはもう皆さん自分で作ってみてください。まあ、これがどうのって話を今日したいわけではなくて、もともとこういうメビウスの輪、こういうようなものを半分に切ってくっつけたものが、まあ、こちらの方にあって、まあ、表裏ないわけですよね。表裏ないんですけど、これを切るとやっぱり1本、しかしながらやっぱり表裏なかったわけだから、それ2つに分かれるわけないっていう感じですけど、今度は表裏があるので2つに分かれるということになるわけですね。なかなか面白いくないですか。まあ、こういうのはね、なんて言うんでしょうね、子供にも分かるみたいな、見て分かるみたいな楽しさはありますけれどもね、まあ、そんなに僕好きじゃないんですけど、すいません、急にね全てぶち壊してしまいました。ありがとうございました。次回はご覧ください。さよなら。